顔面ありルールはやっぱりやりにくいですか。どうですかね、やったことないので、まあ頑張って。そう、これなんか何かが間違えてると思う。バンテージしてない。僕はもうバンテージすると手首がやられちゃうんです。どっちも来るんだ。はい、待って。で順番で回るだけですけど。適当にやりますか。とりあえず、はい、一巡しましょう。はい。とりあえず一巡。どんな感じで。じゃあ最初は神田さんとメガネからなったんで時間どうしましょう。時間。できますか。1分半で。1分半で。1分半で。お願いします。はい、お願いします。頑張って。始め。行きましょう。だいぶ入りにくくなりましたね。ナイスファイトです。よし、取って。さすが。ナイスファイト。やべ、やりにくくなってますね。いつみさん気付けた方がいいですよ。入ってくるのが早い早い。やっぱり面つけると全然また感覚ちゃうでしょ。う、ね、距離感も変わりますからね。ナンバスが入ってましたね。うん、やっぱ入ってくるのが早いし、ローほんまに蹴ってはったら結構効いてたと思いますね。さすが大会入賞者。極真空手はフルコンタクトでは脅威の一つですね。これぐらい煽っといたら宇都宮さんがガチガチだって思って。お互いにお願いします。よし、始め。よよし、入った入った。そうです。40秒前。はい、送信。全体になるな、全体になるな。どう、そこにパッと掴んだ。どう掴んだ、どう掴んだ、どう。向こうのまま倒れてくれたね。いや、やっぱ蹴り越え。いいでした。すぐさま近いですから。はい、ファイト。あれでね、やっぱ名前を解けと思います。いろんな試しをしてみましょう。連打の時にこの連打の時に宇都宮さんがキュッと下がってドアを持たれたら、僕は逆に下がりで倒されるので、だから全体にパッといける時があると思います。とにかくは中に入ろうと思って、難しいですね。蹴りが苦しいね。そう。あれが詰めて。そうそう。
クリッパーチ入ると手が入りにくくなるんで、はい、あじゃあ俺は、はい、じゃあ1分半です。お互いにレイ、はい、始め、お願いします。一発いい右フック入りましたよ。お ここの膝を、ね、落とすねんて、一瞬こう抜くときにシュッとこう入った方がこれで蹴って大丈夫だ。ワンバウンドセーフ。そのままここをこうこれでも抜いて入るからジャブの見えへんだし。はあ、どうですか、メガゴさんの印象。いやー、強くが強いもん、ね、うん、どんどん出てくるから、でこう顔面じゃないからな、ね、極真のくせでどんどん押されてくるから、うん、下がるしかない。だからこうちょっと半身に入る当たっても滑るんで、でもここ落ちた瞬間もずっと今練習してるのは、ここからこっち踏んでからこう来てから、そう、それがね、今日も一回来てたから、で、そのままここ踏んでしまったら、じゃあ、試合を順番にやりましょうか。はい、で、もう交代交代すれば休みなしでどんどん回ると思うんで、それを誰行きます、動画撮りましょう、誰から行きましょうか。
はい、世界一嫌われ者の一問一答。このコーナーでは、皆さんのコメント欄にある質問などを、拾っていって、いろんなことにお答えしていければというふうに思います。今日の質問はこれ、子供に格闘技をやらせると怪我が心配じゃないですか。まあ誰でもね考えることだと思いますけど、でまあ僕はちょっと前提違いなんじゃないかなと思うんですよね。もちろんね、人間はもう格闘技してなくてもいつでも怪我する可能性はあるし、何が起こるかわからないというところはあるんですけど、まあ、やっぱり、ね、格闘技とか武道とかその他でもそうなんですけど、やるっていうのは、はい、あの究極的に言うと怪我をしないためとか、もっと比較的に言うと体の使い方を学ぶため、はい、っていうところがあり、格闘技でいうと自分の身を守るというちょっと社会的な意味もあるんですけど、そのためにやっているというところがあるので、プロだったらね、こうそういう風なわけにもいかないところはありますけれども、プロじゃなければね、そこまで怪我するということはないわけで、むしろ、自分の、はい、体づくり、安全性、怪我しないっていうことにつながりうる、はい、ところがあるから、メリットの方が大きいと思うので、私はですね、そこまで心配しなくてもいいんじゃないかなと、はい、まあ、思ってますけれどもね。さらに言うと、この怪我とかの問題以外にも、格闘技とか武道には、まあ、ないかもしれないけどね、まあ、本来は礼儀とかさ、はい、あのね、相手で、まあ、そのなんだ、相手で終わった後はね、讃え合うでもなんでもいいんだけれども、そういうふうな、ね、精神性、武士道みたいなのの精神性も含めて学べるところがある。はいね、ヤンキーとかさ、もう喧嘩自慢みたいのがね、もうそういう武道とか格闘技からなんか学ぶみたいなところもあるわけだから、まあ、その意味でもね、まあ、私は意味があるんじゃないかなというふうに思うので、ね、あの怪我にを恐れずに、はい、考えてもらえればと思いますし、究極的に言うと怪我の1回2回ぐらいしなきゃいけないよと、はあ、いうふうにも思いますね。責任誰が取るの？責任そんなもん自分が取ればいいんだよみたいな。っていう話で。とにかくね、最近はね、もうなんちゅうかな、その、行き着いた保護論みたいな感じばかりになってるから、そういうのもちょっと考えてもらうのは大事なのかなと思ってます。まあ、そんな感じでね、私もずっと昔からスポーツしてきて、今回も、武道にね、まあ、勤しんでるということなので、皆さんも、ぜひ何かしらやってみたらいかがでしょうかということです。またこれからもやっていくのでよろしくお願いします。